はい、皆様こんにちは。ガバラトリー将軍でございます。これ本日は、シーリングといいまして、丸缶なんですけど、単なる丸缶で、これやっぱりペンダントに使うんでしょうね。これここに切れ目が入ってるんですね。これ C 缶っていう、本当は丸缶なんですけど、昔ここに勝手にひびが入っていろんな使い方をしてる人がいたんで、それなりに、生き残ってるガバラトリーの文化の一つなんですね。こう今はもうその偶然にパキッと割れるのを待ってたらキリがないんで、こうやってスパッと切ってるんですね。これ刻印打ってロー付けし終わった後に切るんです。そうしないとこうバネ力でこうピュッと開くから、こう綺麗にスタンプが打てないんですね。こんな風に綺麗に打ちたかったら、やっぱり一回ロー付け済ませてから切るんです。だから結構、思っているよりは手間のかかった丸缶なんですね。これキャストしてそのままプッと湯道切って磨いたらそれで終わりっていう、もんじゃなくて、これは、銀の塊をそのダイスって機械でビューって引っ張って針金にするんですね。でその針金をぐるぐるっと巻いて、螺旋にしてプチプチっと切って、こう一個一個こう面をすり合わせて、ロー付けするんですね。でロー付け終わったらこうやって切って、こういう線を残すんですね。これペンチでキュッと開いて、ペンダントトップ入れて紐でくるとかね、もちろん戻さないとダメですけど、そういう、いろんな使い方ができるのがシーリングのいいところなんですね。でこれ引き抜き線といいまして、そのさっきも言ったけども、針金で塊から引き伸ばして針金を作ってるので、バネのような、何て言うんですかね、バネじゃないんだけど、普通の鋳物よりは気泡が入ってないんで丈夫なんですね。どういうかな、何回もこんな開け閉めしても、すぐには折れないんですね。一説には100回ぐらいいけると言われてますけど、一応30回や50回ぐらいだったらいけるんかな。そんなたくさんやったことがないんでわからないんですけど、本当は一般の鋳物っていうのはこの中に巣が入ってるんで、パキッと折れるんですよね。弱いから切り取り線みたいな、その巣がどこにあるかわかんないから。だってこれはもう引き抜き線なんで、これ、結構こだわって作ってます。ガボールの、魂です。ガボールがこの方法をずっとやってきたんですね。他のブランドはみんなこのキャストでこれを作ってるんですね。こういう引き抜き線で作ってるのはもう、ガボールしかいないんです。他の人もいたかもしれないけど、ほとんどいませんというか、私は知りません。結構こだわった丸缶です。死ぬまでこの形で通してました、ガボールは。でこれをまたこの、C 缶にして売るようにはなったのは最近なんですけどね。もともとはそんな C 缶なんか売ってませんでしたんで、皆さん勝手にパキッと折って使っておられたみたいです。そんなところですかね。本日は、こんなところでご清聴ありがとうございました。失礼いたします。